だから君を呼んだんだ。アザイカノンを知っているだろう。面白い冗談だ。あんな人気選手が妹ならさぞ鼻が高いだろう。ぜひそうしてもらいたいんだがね。瀬田真希子という選手を知っているかね。芸術、フィギュアスケートが。あんなものはただのショービジネスだよ。瀬田はうちが資本を出してるクラブの所属でね。前回はいろいろと手を回して世界にまで出させてやったんだ。おめえ言葉と受け取っておくよ。それでその瀬田なんだがね、今シーズンは調子も出てるんだ。グランドシリーズのロシア大会では2位だったしね。ご推察痛み入るね。採点競技は人気が全てだよ。たとえ瀬田が同じ演技をしても審判も観客もカノンに点を入れるだろうね。瀬田も技術の堅実さならカノンに遅れを取るもんじゃないらしいがね、花がないんだよ。わかりやすいのはジャンプだな。カノンはトリプルアクセルに加え、先のカナダ大会では4回転ジャンプにも挑戦している。両足で着氷してさらにバランスを崩して手をついてしまったらしいな。危うく史上初の記録が出るところだったよ。分かっているくせに随分と人が悪いな。高くつくのは分かっている。しかし君ほど頼もしい男もいないんだ。ヤクザどもも今回ばかりは無理だ。何せアザイカノンのバックに総和連合がついているのは周知の事実。ほう。少なくともヤクザがすんなりデカに泣きつくことはないだろうね。頭痛、医者にかかったらどうかね。これは驚いたな。初めて君の人間らしい一面を覗いたよ。いいのかね。カノンは君の家族なのだろう。救われんね。
まるで他人の性器でも吸って生きているようなものじゃないか。